移設除術、移設除術、移設除術,除術は、胃の一部もしくは、胃全体を切断し、取り除く、手術的治療法を、主に胃の腫瘍のほか、胃潰瘍、胃の損傷などに対して行われる。近年では、復腔強化手術も行われるようになっている。1881年に、オーストリア人外科医のテオドールビル・ロートが、世界初の幽門が、遺説除術を行い成功。 1897年には、スイスのカール・シュラッター、1908年にはルーが、依然的術を行い成功している。日本においては、1897年に、東京大学の近藤次重が、日本初の有門側へ説除術に成功し、1918年は、同代、三宅秀夫によって、依然的出術の成功が報告され、 1967年には、東北大学の牧哲夫によって、有門保存移設助術が開発された。胃がん等に対する手術は、切除範囲により、遺伝的術、有門側移設助術、有門保存移設助術、粉門側移設助術、異分節説助術、一極諸説助術に分類できる。また、移設助術には含まれない、外科手術として、非説除術があり、 分合術や色を、腸老増設術がある。アプローチ法には、復腔鏡補助解説除術と回復移設除術がある。また、胃がんでは、移設除の他に根治目的に、リンパ節覚醒が施行される。移設除術は大きくは、以下のように分類される。胃を切除することで残った、消化管の分合方法には、以下が考案されている。これは、 十二市長が人体で、復腔内に固定されているから単純に牽引して、紛合できないからである。古典的には、ビルロス、愛報及び通報が用いられてきた。これは、有門外切除上を行った後の再建方式で、ビルローと愛報では、残位と十二市長を直接紛合する。残位が十二市長に届かない場合通報が用いられる。これは、 残位と空調を単索紛合するものである。また依然的出術の場合、空調を引き寄せるローイエヌワイ法、ルワイ法や、空調管を受け、法、ダブルトラクト法、ダブルトラクト法が行われる。また、小異症状、口実を改善するために空調を袋状に、形成 C の機能を一部持たせようとする試みが、なされている。空調パウチ法、空調脳法と呼ぶが、 手術主義が煩雑になり手術時間伸びることや熟練を要すること、従ってすべての施設で行われているわけではないことが欠点である。再建方法によって術後障害の発生率が異なるとされている。これについては後述する。本校では胃がんに対し回復で行われる根治的手術を例に挙げて説明する。手術自体は 部分切除の場合3から4時間だが、切除範囲、リンパ節覚醒の程度や、再建の方式により前後する。また癒着により所要時間が伸びる場合もある。リンパ節覚醒を要しない、手術の場合短くなる。手術の前後に麻酔の導入と覚醒をするためさらに1時間程度を要する。出血量は部分切除で 200ml 程度。 全摘出で 600ml 程度で、輸血の必要は、ほとんどない、もしくは自己血輸血が行われるが、合併症や原疾患によっては増加する。例えば腹部の外傷や、癌や潰瘍などの病変部から出血があり、術前から貧血を伴っている場合は、手術中、または、術後に輸血が行われることがある。術後早期に問題となるのが、方合不全。 分合部強作である。手術中に、膵臓の周囲を操作するため、目に見える範囲で損傷がなくても、膵臓から消化酵素を含む水液が漏れ出し、水液漏という状態になることがある。これらは、術後2週間ぐらいが目安である。長期的に見ると、内臓、主に小腸が癒着し、癒着性イレウス、腸閉塞を引き起こす、可能性もある。これに加えて、 一般的な回復手術と麻酔の危険性が伴う、消化管手術であるため、粉合部からの食物の漏出が起こらないように注意する。術後数日は絶食とし、末梢静脈からの点滴で栄養を補給する。術後5日程度で、消化管増 AX 線写真を撮影し、粉合部よりの漏れがないことを確認し、ペースト状の下湯から経口摂取を開始する。 問題がないようであれば、上の固形物の割合を多くしていき徐々に普通食に戻していく。粉合箇所が多い術式の場合はさらに時間がかかる。粉合部は手術前より狭くなっているため食が進まないと訴える患者も多い。トレマー,ージチューブは術後7日から10日、程度留置するが排液が多い場合や汚染が見られた場合は期間が延長される。抜詞は 創傷中の早さにもよるが術後7日頃に行う。痛みは、点滴より、鎮痛薬を静脈投与することで鎮痛を行う。硬膜外麻酔を併用した場合術後3日間、程度硬膜外カテーテルから鎮痛薬を投与する。胃の機能が失われることにより起こる、様々な障害が、遺跡上症候群として知られている。体調変化が劇的で、驚く患者も、 少なくない。これには、単純にの大きさが小さくなる、小異症状と呼ぶこととそれに伴う、機能の低下のみならず、瞑想神経切除や内分泌機能の低下による、消化管の強調不全といった総合的な問いが介在していると考えられている。さらに切除後の再建方式による影響も報告されている。ビルロート通法、流イ法では、 食物が十二指腸を通過せず、正常の通過経路とは異なってしまう。このため特に消化管ホルモンの分泌調節に異常を来たすという考え方である。これらの障害が原因で、主に食事を中心とした生活習慣を変えないといけないこともある。具体例を挙げる。また、ビルロート通法で術後障害の発生が多いことが、知られるにつれ改良法として、ルワイ法。 空調管置き法が行われるようになった。さらに自動噴合機の改良で空調パウチ法が実用化され、小児症状の改善が期待される。神経機能の温存、有門機能の温存とパウチの作成が QOL を高める上で重要だとされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。